7人が数百年放棄された貯水池に閉じ込められ、うまく脱出できた者が賞金獲得。条件としてみんな異なる脱出方法を選ばなければならない。貯水池は森の中にあり、さらに7メートルの高い壁があり、素手で脱出することは不可能。彼らは脱出するための道具を探しに行き、子供の自転車や電線などが重要な役割を果たす可能性がある。ジョージは最初に脱出したいと考えている。彼は仲間たちに人間のはしごを組むのを手伝ってもらい、この素晴らしい方法を思いついた彼はこれしかないと思っていた。彼の考えがうまくいき、他の6人が彼の肩を使って壁を作り上げ、彼は上のつるにつかまり、さらに2人が手を貸し、彼はついに上のステージまで届いた。ジョージの方法は成功し、彼らにも自信を与えた。アダムは錆びついた水道管を見つけ、ここ使って脱出するのは難しくないかもしれないと気づいたが、年季の入ったものはどれだけしっかりしているかわからないが、この脱出ルートを諦めたくなかった。彼は上に登り始め、この水道管を登り、上のリングにつかまり、一気に地面に到達できた。この方法は簡単だが、一度しか使えない。彼らは他の脱出経路を探す必要があった。マイクは彼が猿年だから2メートル高く飛べるといい、仲間たちに彼のために人間のランチャーを作るようにお願いした。アイデアは良いかもしれないが、実際には飛び上がる高さはそれほど高くなかった。彼はほとんどお尻を2つに折りそうになりながらも、彼がうまく協力していないと感じ、仲間たちに再試行するように言った。彼らは再び協力して試みた。今回はちょうど上にジャンプして平台に到達した。柔軟な体で素早く上に登り、マイクの方法も成功した。残りは4人のみ。彼らは続けて脱出経路を探し、トムはスケートボードを見つけ、電線をそれに巻きつければ上のフェンスに引っかかり、命は救われると思った。しかし距離が遠すぎて、多くの試行の後も成功しなかった。最終的にジェームスは飯の力を使ったが、ついにフェンスに引っかかってしまった。細い電線は指を潰す可能性があるが、ジェームスはそれに木の棒を巻きつけ、引っ張って上に行けるものだろうか。ジェイクは彼の足元にローハンを作り、もしかしたらそこから上がれるかもしれない。ただしスケートボードの品質はどうでしょう。マイクはかける勇気がなかった。電線が手に絡んで痛いため、彼は再び飛び降りちゃった。1本だけではあまりにも危険。2本だったらもっと頑丈かもしれない。ただしこれらを1本に絞り込むことができれば、もう少し掴みやすくなる。この脱出経路は非常に難しいが、マイクは諦めたくなかった。彼は再びジェイクの肩に乗って、2本の電線を引っ張って突き出た石板に立ち上がり、体を一気に上げた。彼はついに上に到達し、もう心配することはない。巨人のような腕力でマイクは成功裏に脱出した。残りは3人だけ。ジェームスは狭い隙間で生き残ることを決意したが、これには強力な腕力と両足の協力が必要。彼は何度も失敗したが、決して諦めず、すぐにテクニックを見つけた。両手を同時に上へ、両足をしっかりと後ろにつけ、彼は突き出た石段につかまった。仲間は鉄の棒で彼の足を支え、彼は上の鉄の課題にしがみついて、ついには苦しいけれども上まで登った。ジェームスは成功したことに驚いた。ジェリーは壁一面に広がる藤づるを見てアイディアを思いついた。これだけたくさんあれば確かに頑丈だろう。ジェリーは藤づるを引っ張り、木の枝を素早く渡って上に登り始めた。この脱出経路は悪くない。ジャックは手を伸ばせば壁にある石段に触れるはずで、2番目の石段にたどり着ければ登るチャンスがある。彼は楽々と2番目の石段につかまり、まるでスパイダーマンのように岩登りをしている。目標を狙って上に力を込め、彼は上のステージにつかまった。ジャックの筋肉は発達しており、彼も成功して脱出した。彼らは数百年放棄された貯水池を制覇した。